ろしくお願いいたします。さて、海外用 Wi-Fi ルーターレンタルサービスイボトの Wi-Fi は安心の定額1日640円から海外用 Wi-Fi がレンタルできるサービスです。ウェブから簡単に予約ができて、出発前に空港や空港カウンターや宅配で受け取った後は現地で電源を入れるだけで使用可能。世界200以上の国と地域を対象にご利用いただけます。そのイボトの Wi-Fi の新しい CM がこの度完成し、新 CM ウォーボーサマーレアを本日から応援いたします。本日は一足先に新 CM をご披露させていただくとともに、新 CM に初出演となる韓国アイドルグループカラの5人をお招きいたしまして、新 CM の撮影秘話を語っていただくほか、12年ぶりにリメイクしたゴーゴーサマーの楽曲に合わせてダンスを生披露していただきます。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いいただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは開会に先立ちまして、主催者を代表してエクスコングローバル株式会社代表取締役社長西村誠司より皆様にご挨拶並びにプレゼンテーションを行わせていただきます。それでは西村社長よろしくお願いします。本日は皆さん大変お忙しい中、イボトの Wi-Fi 新 CM 発表会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。イボトの Wi-Fi CM ですが、実に2019年以来4年ぶりの CM となります。ご存知のようにコロナ禍の中、大きな打撃を受けたイボトの Wi-Fi ですが、やっとコロナも落ち着いてまいりまして、いよいよ復活の時を迎えました。今回の CM を制作にするにあたりまして、昨年再結成をした韓国のカラのメンバーを起用することにいたしました。彼女たちの復活、そして海外旅行の復活、そしてイボトの Wi-Fi の復活を象徴するような、そんな CM を今回世に送り出したいと思います。 CM 曲はカラの大ヒット曲ゴーゴーサマーをまさに今日今この季節にぴったりなナンバーをイボト Wi-Fi に合わせましてアレンジした歌詞、そしてダンス、見るだけでこれから旅行行きたいなと、そんな風に思える、そして見た人たちが何か笑顔になって元気になる、そんな CM になっております。この後私の後にご披露させていただきますので楽しみにしていただければなと思います。今回の新 CM ですが、いつも同様全国全てのオールメディア展開するんですが、さらっと簡単にご紹介させていただければなと思います。こちらの、モニタリングさせていただきます。スライドをちょっとめくってください。まずテレビスポットですが、こちら本日このメディア発表会が終わりましたら夕方ぐらいになると思うんですが、東京キー局をはじめ全国の主要都市、こちらの、テレビ局にてスポット CM を約、本日から8月3日ですね、今月いっぱい、流す予定でおります。次お願いします。あとウェブ展開ですが、YouTube でも6秒のバンパー、15秒、30秒の CM に5秒、エンドキャップつけたもの、そして90秒のメイキング動画、こちらを YouTube で、こちらの期間で流します。次お願いします。ウェブ展開に、こちらももうほぼ全てですね、 Instagram、Twitter ですね、TikTok、Facebook、あと Google、Yahoo、それぞれディスプレイ広告を使って、動画展開します。次お願いします。これはもう前の、イボトの Wi-Fi 西さんもなんですが、僕らは創業の地、そして今のオフィス、渋谷スクランブルスクエアなんで、
渋谷ハチ公前の大看板、そして渋谷駅改札正面のハチ公ボード3と言われるこちらの広告を入れさせていただきます。次お願いします。で、我々の会社が入る渋谷スクランブルスクエアの2階から光へ抜けるブリッジの手前のビジョン、そして JR の中央改札の上のこちらの広告も展開予定でございます。次お願いします。あとこちらも最近西端でもすごく出しているんですが、これ新宿ウォールといわれる新宿駅東西に結ぶ回路なんですが、こちらも全て壁面こんな感じですごく大きな広告がありまして、こちらの展開と次に振っていただくと、この土曜日になるこちらの柱の広告も展開します。次お願いします。あとこちらもイモトの Wi-Fi ならではということで、羽田空港の国際線ですね、第3ターミナルの大きいフラッグバナー、一番目立つ広告、こちらも展開しております。次お願いします。で、JR 首都圏 JR 全線全車両の中吊り広告、こちら7日から20日間展開します。次お願いします。で、これも同じに、タクシーの広告、来週の月曜日から、タクシーの方でも、特に初週2週目がですね、始まってすぐの枠、1分間、一番目立つ枠を、こちらのイモトの Wi-Fi 新 CM、放送させていただきます。次お願いします。で、最後ですが、ラジオ、東京 FM、こちらの期間スポット、入れさせていただきたいと思っています。以上、今回のメディア展開となります。それでは、以上私の挨拶させていただいて、この後早速新 CM をご覧いただきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これからさまざまなところで広告を見かけそうですね。さあ、それでは皆様お待ちかね、本日より放送開始するイモトの Wi-Fi の新 CM を初披露させていただきます。30秒版と15秒版の2本がございますので、続けて上映させていただきます。それではご覧ください。それでは
これから新 CM についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回イモトの Wi-Fi の CM に初めて起用されたわけですけれども、ジオンさん、 CM 出演の依頼が来た時どう思いましたか？先ほど西村社長もおっしゃったんですけど、からの復活、そしてイモトの Wi-Fi の復活、今日を迎えて本当に嬉しく思ってますし、最初依頼を聞いた時にみんな本当に嬉しく思ってました。ありがとうございます。はい、本当に素敵な CM に仕上がってました。出来上がった CM をご覧になって、スンヨンさんいかがでしょうか？はい、やっぱり私たち の昔のゴーゴさんの無事ビデオと同じコンセプトで、撮っている瞬間にも楽しかったですけれども、またこうしてみるといろいろな思い出を思い出しますし、本当に楽しい雰囲気で出来上がったと思います。夏に本当にぴったりな CM に仕上がっていますけれども、ニコルさん、はい、夏はお好きですか？はい、夏はすごく好きなんですけど、韓国の夏もすごく暑くて、いつもなんか体を気にしてます、うん。今日日本に到着したばかり、日本の夏はどうですか？やっぱりなんか今年はちょっと暑いですね。そうですよね。ちょっと暑いですね。夏はやっぱり一緒ですね。そうですよ。そして復活がテーマの CM でしたが、ギリさん、皆さん5人が集まるのは久しぶりだったんでしょうか？CM の撮影の時ですね、1ヶ月半ぶりに会って、本当に嬉しかったです。撮影が終わった時、みんなで会食をしました。そうなんですか、以来は、はい、みんなでお肉食べに行ったんだよね。はい、何を召し上がったんですか？サムギョプサルとかお肉をたくさん食べました。いいですね、5人揃っての食事、楽しそうです。そして撮影は韓国で行われたということですが、スミオさん、撮影中何か面白いこととかハプニングってありましたか？はい、さっき言った通りに、私たちのゴーゴ様のミュージックビデオと同じコンセプトで、みんなここに全部ノリノリになっちゃって、もう撮影している間自撮りとかたくさん撮ったりして、本当に楽しい、また楽しい思い出になりました。海がバックですごく夏らしい風景だったんですけど、海では撮影はしてないです。してないですね。そこはちょっと、ねえねえ、ちょっと惜しかったです。でも本当にまさに海で撮ったように、うん、出来上がって、私たちもびっくりしました。本当に日差しがあるような気持ちにして、本当になんか遊びに来たという気持ちで楽しく撮影されました。12年前のミニバスと同じものを準備してくれて、本当に嬉しかったです。M ミュージックビデオのバスも同じミニバースで、はい、じゃあそれで余計に懐かしく感じた。本当にね、懐かしかったね、うん。そして CM には西村社長も出演されていましたけれども、ヨンジさん、どんな印象でしたか？社長と初めて会ったんですけど、撮影して最初から最後まで私たちをずっと応援してくれました。本当に感謝します。あと西村社長が本当に撮影が全部終わった後に、私たちに本当に素敵なスピーチをしていただいて、みんなで全部終わった後に本当に感動したよねっていう話もして、本当にありがたく思ってます。社長の DJ スタイルで登場してましたけれども、スミオさん、いかがでしたか？まさか思わなかったコンセプトで、本当にいや可愛いなと思っちゃいました。ちょっとですね、妹の社長さんですけれども、なんか可愛い、なんか隣のおじさんっぽいな。ちょっと本当に楽しい雰囲気に、ウィッグはどうですか？ウィッグ、お似合いでしたね。何でもお似合いでびっくりしました。はい、さあそしてこのヒット曲ゴーゴーサマーが使用されているわけですけれども、スンヨンさん、はい、夏の予定は決まっていますか？まだバカンスの予定はないんですけれども、多分
あの今年の夏はあのメンバーそれぞれあの個人的な韓国でも、うん、そしてあの日本での活動があると思います。じゃあお仕事がちょっと忙しいですかね、はい、そうですね。あの Wi-Fi の後ろの I の部分がサーフボードでしたよね、うん、あのどなたかマリンスポーツの好きな方っていらっしゃるんですか。みんな水は好きですけど、そうそう、みんな好きですけど、私たちは潜るのが好きで、水の上ではちょっと苦手で、そうです、ね、潜るのが好き。中まで行くのが好きで、私は最近あのダイビングのマスター免許、うん、ライセンスを取りました。スキューバダイビングですか？はいはいはい、そうです。あの今年取って海には潜りました。今年は。はい、あの今年取ったばっかりなので、もっともっと行きたいんですけれども、もうやっぱりあの皆さんに向かってあのお仕事がたくさんあって、はい、そちらの方を応援よろしくお願いします。はい、忙しいですもんね。そしてね、あの新型コロナウイルスで海外旅行もね、ちょっと行くことができなかったんですが、カラさん同様に海外旅行も復活ということで、どこかすでに行った国がある方いらっしゃいますか？ここに行ったよって。最近は忙しいだから、あ、行けてないですかね。あ、はい。行きたい国、行きたいところ、はい、ですね。すみません。行きたいところが、メンバーたちと一緒にハワイ行きたいです。ハワイです、ね。次の撮影もなんかハワイでやったらいいんじゃないか。涼しい、楽しい夏を過ごしてください。
あ、素晴らしいコメントありがとうございます。スーヤさん、皆さんの前で今日生披露していかがですか？はい、やっぱり今回妹の Wi-Fi の CM、 4年ぶりの CM に、はい、一緒にこう Wi-Fi ダンスとか私たち の大切な曲ゴーゴ様と一緒にすることができて本当に嬉しく思ってますし、まあ、これからも妹の Wi-Fi そしてカラーを応援してください。はい、ありがとうございます。今回CM に使用するにあたってゴーゴ様とレコーディングし直したというふうに伺いました。カエル歌バージョンで歌詞も変わっているんですけれども、ゆりさん、仕上がりはいかがでしょうか？はい、歌詞は変わりましたか？仕上がりはぴったりですね特に、ゴーゴ様バイバイバイ妹の社長は西村さん、この部分がぴったりですそこがもうぴったりハマって、はいはい、歌いやすかったですかね。ジオさんどうですか、歌ってて？最初名前が入っててちょっとびっくりしたんですけど本当は最初はでも、あ、そっか、妹の Wi-Fi の社長は西村さんだということをはっきり分かりました。はい、じゃあからの皆さんもしっかり覚えて。そうですさあ、ということでいろいろとお話を伺ってまいりましたが、残念ながらここでお時間となってしまいました。それでは最後に皆さんから一言ずつご挨拶をお願いします。じゃあまずゆりさんから。はい、お願いします。はい、そうですね、妹の Wi-Fi にとっても、からにとっても妹の Wi-Fi は4年ぶりですね。私にとってもゴーゴ様は12年ぶりです。それでこの CM 見ながら皆さんがなんか夏の思い出を思い出したらいいと思います。たくさん見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。そして杉野さん、改めてになりますがお願いします。はい、今回久しぶりにこの夏に私たちメンバーと一緒に妹のおかげさまでまたこうして皇后様を歌うことができて本当に嬉しいし、まあ、私たちにも本当に楽しい経験になりました。じゃあこれからも妹の応援会、そしてカナを応援たくさんよろしくお願いしますじゃあ続いてニコルさんお願いします。はい、今回の CM は、皆さんにすごく懐かしい香りを感じられる CM だと思いますけど、この CM を見るたびに元気をもらえる CM になってほしいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてジオンさんお願いします。はい、今回このきっかけでこの5人でまたこういう風に皆さんにお会いすることができて本当に嬉しく思ってますし、これからみんな一人ずつそしてカラーを応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてヨンジさんお願いします。はい、私が最後のメンツだから頑張ります頑張ってじゃあ皆さん、これからもカラと妹のワイパイ楽しみにしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いしますよろしくお願いします。ありがとうございました。以上、クラブの皆さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そしたら次、向かって左手の、手を挙げているスタッフの方に目線の方をお願いいたします。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。そしたら次、向かって右手の、手を挙げているスタッフの方に目線をお願いいたします。はい、以上になります。はい、そしたら次、右手後方の女性のスタッフが手を挙げて、移動するので、その移動に沿って目線を向けてください。お願いいたします。ありがとうございました。そしたら立ち上げ本セッション終了となります。カラーのメンバーありがとうございました。